皆さんこんにちは、ウルトラのナイトです。おい、シュウヤジパンです。今日は恐ろしいゲームでございます。まあ、普段ね、俺らこういうことをやらないというか、いやね、心霊スポットとかも行かないし。そうこれウィジャーボードっていう、ウィジャーボード海外版コックリさん、どっちが始めだったんだろうね。海外らしい。あ、海外が始まりなんだ、うん、始まり。エイジ8って書いてあって、まあ8歳以上。じゃあ俺ができないってことだ。いくつだよ。心はまだ7歳だから。死者の霊を呼び出し、霊と流行、あの霊と交流するのが目的らしい、はい、へえ。オープン、ダラタタタタン。こちらほぼもう形式は一緒だよね。そうだね、数字と、まあ ABCD がある。オッケー、じゃあ載せます。じゃあまず質問、じゃあ田中さんから。田中さんいないわ。怖い。今好きな人はいますか？イエスかノーでお答えください。どうぞ。なんで1回目自分たちに。そうだ、自分たちじゃない、例に質問するもんだよね、こういうの。じゃあオルタナチャンネル2016年12月までに100万人いけますでしょうか？微妙に動いてんだよね。なんで？でもこれなんか振動とかじゃないの？何の振動もないよ。動かしてるでしょ。いや動かしてない、俺マジで。嘘。ちょっと待って。すげえ動いてるじゃん。めっちゃ動いてる。これなんか。なんで動くの？だから俺的にはシュビジャバの力。いやもうはみ出した、はみ出した。ああ、グッパイ言ってるよ。グッパイって違う。グッパイ。ちょっと個人的な質問いい？はい。俺は将来結婚できるかどうか。ああ、いいじゃん。じゃあ渋谷ジャパンは結婚できますか？おお、脳の方に順調に動いてますね。まだ動いてない。おこれ自分で力入れるっしょ。いや、動いてない。嘘だ、これ自分で入れるっしょ。本当だよ。すげえ勢いでイエスの向かってんじゃん。だってそれ押してるからじゃないでしょ。押してないって。だって結婚できないのになんでイエスに行くの？すげえ嬉しそう。すげえ嬉しそう。なんで？だって、動かしてるでしょ。いや俺動かしてる。だっていやそういうさ、なんかさ、動画的に動かして、いやだって、って言った方がいいとかっていうのいいじゃん。いや俺動画的にだって。わ、イエスだ。違う、だって俺動画的だったら脳に持っていくもん。イエスに持っていかないもん、わざわざ。すげえ。ちょっとじゃあ数字もあるから、何歳とかって聞いてみる。いいね、それいいね。渋谷ジパンは何歳で結婚できますか？下動く。嘘だ。本当だって。なんで？いや本当にこれね、見てる視聴者さん多分なんかわざとやってんだろうと思うかもしれないけど、全然本当に違いじゃない。俺本当マジだよ。だって上に乗っけてるぐらいだもんね。うん、本当。待って、5向かってんだけど。50。5行ったら横動かしたした。あ、だから10の桁は5ってこと？今5いったよ、まず5。だから50何歳かってこと？え？うわっ、4。54。俺が結婚する54歳で。54歳で結婚する奥さんの名前は何？本当に力入れてない？いや、全く入れてないわ、本当に。R。R で、次何かで結構決まるね。また違う方向行きだした。愛の方向かってる。マジで？押してるでしょ。いや俺押してる。だから俺は渋ジャパの力、うん、いや入ってないもん。もはや俺ちょっと浮かしてるもん。俺もそんな感じ、そんな感じ。入ってくるよ。ほら、愛見えてきた。ほんまや。うわぁ、愛いった。もしくは D さんかもしんない。うわ、また動き出した。うわ。え、マジで？本当に動かさないで。これ俺の人生かな。確かに。本当に動かさないで。本当に動かしてない、マジで。いや、これ本当見てる人はもうやらせとしか思えない。なんだこいつだと思われたけど。絶対ガチ。本当、動画のためにやってるでしょ。マジで。うわ、マジで言ってんじゃん。怖いよ。怖いわ。渋谷リサさんです。渋谷ジャパン54歳、ファミリーマートで運命の女性のリサさんと出会い結婚。いつまでもお幸せに。